放送関連会社東北新社の外資規制違反の疑いをめぐり当時東北新社に対応した総務省の担当者が国会に出席し外資規制違反の話はしていないと述べました東北新社側との認識の違いが決定的となりました木田幸夫が総務省の鈴木信也総務課長に面談したということは事実であるというふうに私は報告を昨日も受けました しもご挨拶に来られていたのかもしれませんが、えー、外資規制違反のような重要な話を聞いていたら覚えているはずでありまして、そのような報告を受けたという事実の記憶は全くございません。 東北新社の中島社長は外資規制違反について当時、情報流通行政局総務課長だった鈴木氏に報告したと改めて説明しましたが鈴木氏はこれを否定し両者の言い分は真っ向から食い違いました。 武田総務大臣は一方の意見を鵜呑みにして審議を進めると危険な状況になるとしてあす立ち上げる調査委員会において客観的に調査を行うことが重要だとの認識を示しました。